改めましてこんばんは。こんばんは。ありがとうございます。こんばんバロテですね。はい。はじめましての方、こんばんは。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。バロテはバイオリンとコントラバスの、まあ、クラシックの楽器を使ったユニットなんですけど、曲は割とポップスに近いような感じの曲を演奏してますね。普段は路上ライブとかで演奏すること多いんですけど、横浜、川崎とかあと上岡を中心に活動してますので、これを機にぜひ遊びに来てください。上岡の駅前で明日も実は演奏するんですよね。はい、明日、はい、来てくれる人、はい、一番でしたありがとうございます。そうなんです。なのでね、はい、お近くお取りの時とかはぜひ寄っててください、はい、お願いします。次の曲にしたいと思います。次の曲はですね、明日が未来が楽しく明るくなるようにと思って作りました。聴いてください。輝く明日へです。Thank you.
電車に乗ってきたんですけど、うん、そうなんです。さっきもメグバンドさんにちょっと聞かれたんですけど、これにタイヤをつけて転がしてくるんですけど、そうなんです、ね、マキロはいつも見てるからわかると思うんだけど、うんうん、結構 100% の確率でこれは何ですかと、大変ですねは必ず必ず言われるんですけど、はい、そうなんです。マキロは声かけられることある？楽器持ってて、いやー、バイオリンだよね。バイオリンだよね。そうね、時々ですね。うん、でも、バイオリン持ってる人、やっぱ、いっぱいいますよね。結構いますよね。そこが珍しくもないのかな。うん。そんだけでかいとね、やっぱ、なかなか持ち運んでる人、遭遇しないですよね。そうだね。私も見かけると、いや、大変そうだなって思って、そうなんだなって、人に見られるときっとそう思われるんだなって。そうそうそう。でも、とても、そういうとき、なんか人に、こう優しくされることが多いので、なんか温かさを感じますね。お手伝いしてくれる方とかもいるんですけど、うん、はい、そんな子なんです。マキロンは最近映画を見に行きました？急だけど映画映画最近見に行きました。私あんまり見ないんですけど、うん、すごい久しぶりに行きました。何見たの？アナと雪の女王。おおおお、そういう流れ。大人気のやつですよね、今。人気です。皆さんは見ました？見た方。はい。でもそんなに多くはないかな。皆さんはあれですか、ご家族とかで見に行ったんですか？家族で。そうですよね。マキロンは、マキロンは家族。あ、私はね、一人。一人で。あれ、字幕版です。吹き替え版です。あ、字幕ですね。はい、字幕吹き替え、うん、そうなんです。ちょうどレディースデーにやっぱり行こうと思って、うん、ね、やっぱ安い方がいいなって確かに行ったんですけど、その吹き替え版の方は 3D でやってるということで、ちょっとお高くなってるんですよ。でレディースデー対象外だったんですよ。あ、でレディースデーだと1100円なんですけど、3D 版だと2200円だったんですよ。結構違うんですね。結構違いますよね。
そうですね、ちょっとケチってしまいました。そっちじゃなくて 3D だ。でも綺麗だよね、うん、あの、そうそうそう、映画も綺麗だし、うん、音楽もいいし、うん、ポップコーン食べた？ポップコーン食べない。映画館で食べたことない。え、ないよ、ないよ。ほんと？食べる？食べる食べる、毎回8割ぐらい食べる。とコーラ、コーラ、うん、コーラはね、100% 飲む、ね、けど、なんか私だけですかね、あの飲んでると喉がすごいぐるぐるぐるってなるんですけど、それが映画館だとすごい目立つから、それをこらえるのであまり集中できない。そういうタイプで喉が鳴ってしまう。でも次もコーラ飲む。コーラ、必ずコーラが定番です。コーラ好きなんです。なるほど。はい、そろそろ次の曲に、そうです、ね、行きましょうか、はい、はい、じゃあそんな映画つながりなのかな、この曲をお届けします。野菜さんに包まれたな。
ありがとうございます、カバー曲の優しさに包まれたならと、それからオリジナル曲のそれでもという曲をお届けしました。バロテが再結成になるんですけど、結成してもう9ヶ月経ったんですね。でもなんかあっという間に、1年ぐらい経ってそうな気がするんだけど、そうでもない。結構もう週の半分ぐらいがマキロンと一緒にいるのかな。今日から3連チャン、さっき教えてもらったんですけど、3連チャンであれですね、活動がありますね、はい、なんですけど、そう、私全然また話が違うんですけど、結構昔から曲を聴くとこうイメージを色で持つタイプなんだけど、なんとなくわかるかな、こうこの曲はこの色のイメージみたいな。なのでバロテも、まあ、もちろん歌詞がなく、まあ、歌はないんですけど、いつも結構言葉でイメージをお伝えすることが多いんですね。この曲、次の曲はこんな感じの曲ですってあるんだけど、もしかしてもしかしてもしかしてこう色だけ伝えたら皆さんの頭の中はどうなるのかなってちょっとふと思いました。なので、次の曲は私のイメージだと黒なんだけど、黒の中でも黒、真っ黒じゃなくてちょっとこうゴールドとかラメみたいな、まさにその首元的な感じそのキラキラしてるのが入ってるような黒いイメージですね。マキロンはちなみにあります、この曲の色のイメージ。私この曲、そうですね、結構あの一曲の中の場面場面で色、色っていうか、想像することが結構多いかもしれない。なんかでも今色って言われたらなんかすぐ思いつかないんですけど、前半と中盤と、あとコントラバスのソロが出てくるんですけども、ところと、ここはこういう色に変えるみたいなのはあるかもしれない。ちなみにコントラバスのソロは何色？なんだろう、初めて聞くけど、ね、なんかすごい壮大な感じがするので、今ね、砂漠が出てきてすごい見渡す限り、何色、色はそうですね、ラクダが出てきそうな感じ。色で言うと茶色で、ラクダ色で、ラクダ色、わかりましたちょっとじゃあそこかなって思ったら、じゃあラクダを想像してみてください。じゃあ行きましょうか。はい、thank you.
できましたでしょうか。黒じゃないかもしれない。ちょっと弾いてて思っちゃった。結構鮮やかな気がするかも。矛盾してるね。アスファルトですか？アスファルト。ああ、硬さがってことですかね。そんなこと、色。人それぞれってことだよね。はい、なるほど。いいね、楽しいね。ということで、次の曲で最後の曲になります。ありがとうございます。ね、はい、ちょっとジャバルテの宣伝をさせてください。ライブが近々ではないけどあります。はい。私たちですね、バルテのゆるりクラシックというライブというか、はい、やっております。この間ボリューム1、うん、はい、初めてやりまして、これ続けていきたいんですけども、私たちのライブとですね、今ちょっと大変なことになってる。ああ、わかった。ライブとですね、はい。少々お待ちください。マイクが。そう。なんでかっていうと、マキロンの左手の中に文字が見えました。カンペさん。はい、ですね、6月15日の日曜日にですね、神岡のひまわりの里に来た。ました。音楽ルーム、ありがとうございます。そこに立っていました。ありがとうございます。はい。で、そのイベントをやりますので、ちょっとクラシックのこともちょっと交えつつね、でも全然クラシックのきっちりした演奏会ではないので、アットホームな感じでみんなでおしゃべりしながら、はい、やりたいと思いますので、よかったら来てください。はい。チケットあります。はい、今日もチケット持ってきてます。残りわずかです。はい。それから、はい。で、今、ちょっと後ろの方に置かせていただきました。CD やら DVD やら、はい、今日も持ってきてます。そして誰か私にタオルをはい、私たちのタオルがあるんですね。バロテのおしゃれと、ああ、ありがとうございます。見て見てバロテの肌触っております。ほらたくさん使えば肌触り良くなるんだって最高です。これからの季節に向けてぜひ見ていってください。見ていくだけでもぜひお願いします。はい、では最後の曲に行きたいと思います、はい。よかったら温かい手拍子をいただけると嬉しいです。聴いてください。晴れた日にはです。
ありがとうございました。ワオテでした。引き続きお楽しみください。ありがとうございました。